さて、どこにランタンを飾ろうか。この木の高いところ、一番高いところ。よく見える場所もいいけど、大事なのは心を込めることだ。心？大切なクッキーの幸せを祈る真心さ。初めてこの道に明かりを灯したクッキーに関するあるお話を聞かせてあげよう。どんなお話？吹雪が吹き荒れる深い雪山の奥深く、果てしなく広がった雪原に小さな村が一つあった。その村にはそれはそれは仲のいいクッキーたちが暮らしていたんだ。コットン味クッキー？今日もシャーベット味クッキーのところへ行くのかい？はい、シャーベット味クッキーの体がまた冷えたみたいで、少しでも役に立つようにいろいろと持っていこうと思うんです。あら、まだ具合が悪いんだね。まったく、神様は何してるんだろうね。まだ幼いクッキーまであんな病に侵されるなんて。シャーベット味クッキーならきっと大丈夫です。それじゃあ吹雪がひどくなる前に行かないと。そうだね、気をつけるんだよ。シャーベット味クッキー、コットンクリームの毛布と温かい雪キノコスープを持ってきたわ。いつもありがとう、コットン味クッキー。今日はどうだった？羊たちはいい子にしてた？それが毛を刈るのを先延ばしにしてたんだけど、そしたら羊同士で毛が絡んじゃって動けなくなっちゃったの。まるで一匹の大きな羊みたいになっちゃって、あとちょっとで私まで一緒に転がるところだったんだから。それは大変だったね。相変わらずやんちゃな羊たちだな。本当よ、おかげで今日は息つく暇もなかったわ。あなたはどう？体の方はまだ冷える？うん、もう隠すこともできないよ。これを見て、コップに手を近づけただけで霜がつくんだ。そろそろフロストウィッチに連れて行かれるのかな。僕みたいに体が凍っていく病気にかかったクッキーは、みんなフロストウィッチに連れて行かれて忽然と姿を消してしまうって言われているだろう。そんなこと言わないで。私はそんな迷信なんて信じない。あなたは消えたりしないわ。魔女が来たって私がいるじゃない。誰が来たってこの杖で追い払ってみせるんだから。羊を追う時みたいに。頼もしいね。でも本当に変なんだ。体が冷たくなって吹雪がひどくなるほど、遠くから誰かが僕を呼んでいる気がする。耳を澄ませて声を探ってみても、そこにあるのは真っ白い雪原だけなんだ。フロストウィッチが僕を呼んでいるのかな。そんなわけないわ。きっと家にばかりいるせいね。気分転換が必要なのよ。体が治ったらどこにだって連れて行ってあげる。あなたの望む場所ならどこだっていいわ。いつも言っていたじゃない、果てなき砂の海に巨大な水の丘、永遠に湧き上がる火花の湖。そうだね、いつかね。いつもありがとう、コットン味クッキー。
声が聞こえる。ダメだ、もうこれ以上。シャーベット味クッキー、今日はね。え？シャーベット味クッキー？シャーベット味クッキー？シャーベット味クッキー、どこに行っちゃったの？吹雪で前が、あそこに誰か、シャーベット味クッキー、シャーベット味クッキー、そんなところで何してるの？一緒にいるのは誰？まさかあれがフロストウィッチ？シャーベット味クッキー、言っちゃダメ！フロストウィッチがシャーベット味クッキーをさらっていった。シャーベット味クッキーは本当に、このまま放っておけないわ。シャーベット味クッキーを探さなきゃ。寒い。風が刃先のように鋭いわ。シャーベット味クッキーはいつもこんな寒さに襲われてたのかな。寒い。体が動かない。シャーベット味クッキーのところに行かないと。あ、もう風の音が聞こえない。吹雪が止んだのかな。違う、ここは、あなたは誰？怖いもの知らずだな。吹雪の夜に雪山を一人で登ると。あなたがフロストウィッチ？灯火を手にしたクッキーよ、聞きたいことは他にあるはずだ。シャーベット味クッキー、シャーベット味クッキー、大丈夫？体が氷のようだわ。シャーベット味クッキーに一体何をしたの？何も。ただ、あの者の命が雪原に戻る時が来ただけだ。あなたがシャーベット味クッキーに呪いをかけてさらっていったせいじゃない。いたずらにクッキーの命を奪う理由は何なの？シャーベット味クッキーを返して。私は何も奪わない、役目を果たすのみだ。さあ、お前に真実を見る機会を与えよう。お前が呪いと歌う者の正体を知りたければついてくるがいい。これは、これはお前の住むこの世界を構成する巨大な自然の意志だ。クッキーがどのように命あるものとなったのか、お前は知っているか？命の力を含んだ粉によってこの地に甘い存在が誕生したと言われている。しかし誰が知り得ただろう。甘い命が生きる美しい世界、
この世界を維持するために必要なものも、その力だという事実。自然は、世界の均衡を維持するため、いくつかの摂理を生み出した。そしてこれを管理し、導く者たちを作った。私は、その自然を導く者。自然の摂理と一つになるよう選ばれた、フローズンチルドレンを、ここへ導いているのだ。フローズンチルドレン？いつからか体が凍り、得体の知れない声に惹かれ、ついには雪原を目指して歩む、消えゆく子供たち。それは、呪いでも病でもない。種が木となり、寿命が尽きて地に戻るように、すべてが焼け果てた大地が、新たな命の肥やしとなるように。この雪原でフローズンチルドレンは、命の力を含む粉となり、この甘い世界の一部となるのだ。自然と一つになり、世界に新たな命を咲かせるべく、選ばれたとも言えよう。そんなことさせない！シャーベット味クッキーだって、望むはずないわ！これは自然の摂理。そのクッキーの望みであり、意志なのだ。わかっていたはずだろう。その意志を阻むことはできない。お前の理解など必要ない。すべては、自然の巡りゆく流れ。本当にもう、方法はないの？私ができることなら、何だってするから。お前が求めるは、川の流れを遡る方法。私の知る限り、フローズンチルドレンとなり、粉と化してもなお、散らずに残ったクッキーはただ一人。だが、一瞬であれば、川の流れを止められるだろう。高く険しい絶壁の上、太陽の真下でぬくもりを含み育った風の花を探すのだ。その風の花が一時ながらぬくもりを呼び戻すだろう。外はまだ吹雪だ。探すことは容易ではない。雪山の中をさまよう。大切なクッキーの最後さえ見逃すかもしれない。それでも行くか。行くわ。何があっても私は必ず風の花を見つけてくる。この絶壁はどこまで続いているのかしら。手先の感覚がないわ。早く登らないと。シャーベット味クッキーのために。シャーベット味クッキーを救えるのは私だけなんだから。痛い。手先が。あれ、コットン味クッキー、その怪我は？また羊を追って怪我したの？ちょっと待ってて、包帯と小麦粉を持ってくるよ。君は元気でいて、僕が病気だからかな。君が怪我するのは嫌なんだ。私は大丈夫よ、シャーベット味クッキー。
なんともないわ。手足がすれて崩れるくらい我慢できるわ。シャーベット味クッキー、あなたの話が聞きたい、あなたの思いが聞きたい。本当にあなたもこんな最後を望んでいるの？私は、私たちの最後がこんなに冷たくて寂しいものだとは思わなかった。ここは崖の終わりだわ。あの向こうに風の花が。ここから飛べば向こうの崖に届くかな。うん、必ず行ってみせる。シャーベット味クッキーともう一度話ができるなら、私はやれるわ。思えばそうだ、いつも僕の心の中には雪原があった。目がくらむくらい真っ白な雪原は確かに胸の中から僕を満たした。誰もいない白い雪原は足跡なんて残せないくらい真っ白で、小さな雪の花になってその中に埋もれる想像をしたっけ。だけどいつからか真っ白に輝く雪原の中に違う光が見え始めた。それはシャーベット味クッキー、シャーベット味クッキー、目を覚まして。やり遂げたか。だがお前が稼いだ時間は刹那に過ぎない。お前の古き友人に別れを告げるのだ。シャーベット味クッキー、コットン味クッキー。僕、確か声につられて、あ、そうか、コットン味クッキー、君がここまで来てくれたんだね。何も言わずに出てきちゃって。ううん、私は大丈夫。言ったでしょ、いつもあなたのそばにいるって。だからシャーベット味クッキー、行かないで。大丈夫だよ、コットン味クッキー、僕は消えるわけじゃない。願いを叶えるんだ。雪の花になって雪原を旅するのさ。僕を呼んでいた冷たく悲しい雪原に、いつからかいつも君がいた。君がいつも持っているその黄色くて暖かい灯火と一緒に、雪原のどこに行ってもその光が見えた。その時わかったんだ、あれは僕のための灯火なんだ。僕が道に迷って散ってしまわないようにずっと明かりを灯していてくれたんだ。その心が高くて大切で寂しくなかったよ。シャーベット味クッキー、私もあなたがいたから。もう行かないと、僕はもう行かなきゃダメなんだ。コットン味クッキー、僕が灯火を見て君を思ったように、ふん
わりと。雪の降る日には僕を思い出して、僕がそこにいるから。やだ、シャーベット味クッキー言っちゃダメ。ありがとう、何もかも全部。シャーベット味クッキー、ダメ、行かないで。知ってた、本当は知っていたわ。あなたがいつも遠いところを見つめていたこと。でも私はあなたと一緒にいたかった。いつまでも隣であなたの話が聞きたかった。一緒にこの世界を生きていたかった。待って、光を下がれ。シャーベット味クッキー、空気が冷たい、息が。早く私の後ろへ。凄まじい霊気、この力は。この世界に治せない病気なんてないわ。私が必ずこの病気の治療法を見つけてみせる。うん、あなたならできるわ。私がそばで手伝うから。私の体、どんどん冷たくなるの。声が聞こえる。フロスト味クッキー、大丈夫？雪原の奥深いところにこの現象を説明できる何かがあるはずだわ、きっと。本当にあんな危険なところに行くつもり？一人で行かせるわけにはいかない。一緒に行くわ。これで分かった。私は。ダメ、フロスト味クッキー、行かないで。そうか、そうだったか。これがなくした私の存在の記憶。あ、シャーベット味クッキー。もはやお前の知るクッキーではない。一滴のぬくもりが散りゆく魂を集めて自由で永遠なる存在にしたのだ。じゃあ、シャーベット味クッキーは生き返ったの？一緒に生きられるの？いや、この子はもう私のように自然の意志を継ぐものとなった。もうすぐ体に刻み込まれた己の役目に気がつくだろう。それが何であれ、以前のような暮らしには戻れない。僕、変な気分だ。まるで雪原の中にいるみたいに、冷たくて柔らかいよ。やっと生きてるって気分なんだ。どこにだって行けそうだ。見て、コットン味クッキー、僕飛んでる。シャーベット味クッキー、自由を感じている。そっか、あなたはやっと本当の姿を見つけたのね。
永遠に湧き上がる火花の湖。今ならどこにだって行ける。いや、行かないと。コットン味クッキー、僕と一緒に行かないか。シャーベット味クッキー、ありがとう。でも、わかるの。これからは私たちが共にした時間を胸にそれぞれの道へ進む時なのよ。私はここで私たちの大切なものを守るわ。あなたは思うように世界を旅してから戻って話を聞かせて。私はそれで十分よ。コットン味クッキー、君はいつも僕が迷わないように道を照らしてくれる灯火だった。どこにいても僕の胸の中にはいつも君の光が一緒だ。雪原でそうだったように、この広い世界を旅して回っても迷わないように。自由を渇望する意志と切実な光が合わさり、新たに生まれたものよ。お前を苦しめた病弱な体も冷たい吹雪も、もはやお前を阻むことはできない。行け、お前が行ける行きたい世界。そうして精霊になったクッキーは旅に出たんだ。一人になったクッキーは、友達がいつでも帰ってこれるよう、村で一番大きな木に明かりを灯し始めてね。その大切な心が今までつながり、毎年一番寒い季節になると、村のクッキーたちもそれぞれの大切なクッキーを思いながら明かりを灯すようになったんだ。わあ、やっぱり高いところにつけたい。私も家族がいっぱい大切なんだ。そうしよっか。そろそろお願いを飛ばす時間だね。急ごっか。あ、そうだ、早く行こう。お願いを飛ばすには絶壁の見える丘に行けばいいんだよ。コットン味クッキー、もういらっしゃってたんですね。あ、コットン味クッキーだ。灯火のお話、コットン味クッキーも知ってるの？そうね、私も大好きなお話なのよ。それより早くお行き。急がないといい場所をみんな取られてしまうよ。あ、ダメ、早く行こう。今夜は雪が降りそうだね。ふんわりとした暖かい雪が、雪の花と共に舞う素敵な旅になりますように。